どうも皆さん、こんきき、今日もアニメレビューの時間だよ。なんか、一気に冬になりましたね。寒いよね。うち最上階の角部屋で、仕事部屋も、マンションの廊下の角にあるから、めちゃくちゃ寒いんだよね。暖房をつけてるご家庭も多くなってきとるかもしれへんな。なんか前に比べて、寒さに弱くなってる気がするんだよね。それは年や。やっぱり年か。みんなも、風邪ひかへんように暖かくして過ごそうな。そんなわけで、今日のレビューはこちら、リトルマーメイドだよ。ディズニーやん。実写映画がディズニープラスで配信されたから、その前に予習がてら見ておこうと思ってね。実写版に手を出すんか。サブチャンネルで散々話題に出したし、本編のレビューもしないわけにはいかないよね。話題に出した手前な。この作品が公開されたのは1989年なんだ。そんなに前なんか、もう30年以上経っとるやん。日本だとアメリカと比べて2年も遅れて公開されてたみたいだね。わお、最近やと同時公開やったりすることが多いのに、この頃はだいぶ遅れて上映されてたんやな。原作は言わずと知れたアンデルセンの人魚姫なんだけど、原作のお話って知ってる？なんとなくは知ってるで。原作とはだいぶ違うんだよね。わかりやすく言えば原作は秘伝なんだけど、ディズニー版はシンデレラストーリーになってるんだ。かなり大胆な原作改編やな。そのあたりはこの頃のディズニーのある種のお約束だね。原作っていうより原案って言った方がいいかもしれない。それくらいちゃうんやな。リトルマーメイド、つまりは人魚姫ってことで、海の世界を舞台にした作品なんだ。そんな海の世界を舞台にした序盤のアニメーションの表現の豊かさは、さすがは、ディズニーって印象を受けるんだ。ほう。海の中で暮らす人魚たちの華やかな暮らし、海の中を自由に動き回りながら、時折歌い、幸せそうに暮らしているんだ。滑らかなアニメーションと、きらびやかな配色、表情の細かい表現は、これぞディズニーって感じなんだよね。やっぱりディズニーといえば、表情は印象に残るよな。うん。アメリカ的な表情って言えばわかりやすいかもしれない。日本のアニメも誇張して描かれている部分もあるんだけど、ディズニーの場合はさらに誇張してる。どっちかといえば、遠くからでも、はっきりと表情がわかるような、大きな、大げさなって言ってもいいくらいの表情の表現があるんだ。顎とかまで、ぐいぐい動かして感情を、表情で表現する感じよな。言葉ではなく見て、キャラの感情が伝わる表現、これこそがディズニーって感じなんだ。ザ・アメリカやな。そんな世界で主人公であるアリエルは、地上の世界に憧れてるんだ。人魚の掟で人間と関わり合いを持ってはいけない。彼らにとって人間は魚を食べて海を汚す生物でしかないんだ。相入れぬ存在なんやな。でもアリエルは人間の世界に憧れてるんだ。時折海に漂流する人間のものをコレクションして、それがどういう風に使われるか想像して、好奇心という名の憧れを膨らませてるんだ。見たことも行ったこともない場所、禁止されてるからこそ余計に好奇心が高まっちゃう感じなんやろうな。非常ボタンとか押したくなる心理やな。彼女はお姫様なんだ。海の王であるトリトンがお父さんで、優秀な姉たちもいる。そんな環境で育ったからこそ、彼女は余計に地上への憧れを止められないんだ。好奇心は時に理性すら失わせますからね。彼女がそんな憧れを歌い上げるんだ。いつか地上に行きたい。人間のように足で道を歩きたい。でも人魚である彼女には不可能なことなんだ。足があらへんもんな。そんな彼女の思いを知っているのがフランダーという魚と、彼女のお目付け役であるセバスチャンなんだ。フランダーかわええよな。フランダーは子供の魚で、アリエルのそばに付き添ってるんだ。子供だからこそアリエルと同じように好奇心があるんだよね。そんな彼女たちを監視してるのがセバスチャンなんだ。カニやな。本来は音楽家なんだけど、トリトンの命令で彼女のお目付け役になってて、地上への憧れを捨てきれない彼女に彼は歌い出すんだ。ほう。ディズニー映画といえばミュージカルシーンだけど、この作品もその特徴を顕著に感じるんだ。ディズニー映画といえばミュージカル、そんな印象がつくきっかけになったのはこの作品とか、90年代のディズニー映画の影響は大きいんだよね。アラジンやったり美女と野獣だったり、印象深い作品が多いですね。この作品では主人公のアリエルよりセバスチャンの方が歌唱シーンが多いんだ。人魚よりカニの方が歌っとるんか。セバスチャンは地上への憧れを捨てきれないアリエルに海の素晴らしさを歌い上げるんだ。素晴らしいアンダーザシー、あっちじゃ働くだけ、朝から晩まで、こっちじゃ遊んで暮らすだけ、ここではみんなハッピー。楽しそうやな。このアンダーザシーのシーンは本当に素晴らしいんだ。海の生物たちが彼の歌に合わせて歌い踊る様、様々な海の生物がコミカルな表現で踊る様が本当に可愛らしいんだ。ディズニーらしいワクワク感を盛り上げてくれる感じやな。日本語訳もいいんだよね。英語の歌詞だとアンダーザシーアンダーザシーって繰り返すだけなんだけど、日本語訳になるとアンダーザシー素晴らしいってなってるんだ。韻を踏んどるんか。アンダーザシーの日本語訳は本当にセンスの塊なんだ。隣の海藻はより緑に見えるものさという英語の歌詞を、日本語では隣の海藻は青く見えるさって日本語的な表現になってるんだ。隣の芝生は青く見えるって表現を活かしとるんか。すごいセンスやな。日本語訳にもセンスが冴え渡ってるからこそ、このアンダーザシーは多くの人の耳に残ってるし、一度聞いたらしばらく口ずさんじゃう魅力があるんだよね。魔性の曲やな。
物語の中盤でも、もう一曲セバスチャンが歌うんだ。アリエルと王子様のキスを誘うシーンなんだけど、これまた、川辺に住まう生物をバンドメンバーに加えて、キスを迫る曲はニヤニヤしちゃうんだよね。この時代のディズニーのミュージカルシーンの秀逸さが際立っとる感じやな。うん、アニメーションの表現は本当に素晴らしいし、曲も素晴らしいし、今見ても色褪せない魅力がある。ただ、その一方で、ストーリーは今見るとご都合主義が目立つんだ。あれ、そんなご都合主義が目立つような話でしたっけ？最初にも言ったけど、原作は秘伝なんだ。嵐の海で王子様を助けて、王子様と出会って、人魚姫は魔女に頼んで人間にしてもらったけど、王子様は別の女性と結婚してしまって、人魚姫は泡になってしまうって話なんだ。か、悲しすぎる。泡になった後の話もあって、魂が救われるって展開もあるんだけど、ちょっと難しい話ではあるんだ。そんな原作をディズニー版は大胆に改編してる。ほう。まず主人公であるアリエルが海で王子様と出会うんだけど、王子様がイケメンだから惚れるんだ。くさ、ものすごいシンプル。人間への憧れ、地上への憧れがあって、初めて見た人間だからこそ惚れたってのはあるんだろうけど、イケメンだからっていう理由もあるんだよね。今だったらありえないほど安易なきっかけやな。いわゆるルッキズムやもんな。そんな王子様に一目惚れしたアリエルは、嵐の海で王子様を助けるんだ。その出来事をきっかけに、余計にアリエルは憧れが止められなくなってしまうんだ。あらら。彼のそばにいたい。彼とずっと生きていきたい。たとえ魔女に頼ってでも、この魔女であるアースラは悪い魔女なんだ。原作では声を代償に人間の姿に変えてもらったってだけよな。うん。でもディズニー版では分かりやすい悪役になってるんだ。声を代償に人間にしてもらうのは同じだけど、アースラはさらに契約書を交わしてるんだ。契約書？3日間の間に王子様とキスをしなければ人魚の姿に戻ってしまって、しかもアースラに全てを奪われるんだ。あ、悪魔の契約や。このあたりからディズニーらしい大胆な原作改編が始まるんだ。原作は秘伝だけど、ディズニーはハッピーエンドにするために物語を改編してるんだよ。なるほど。まあ物語はハッピーエンドの方がええですよね。人間になったアリエルは地上で王子様と再会を果たすんだ。でも王子様は海で助けてくれた女性の歌声をもとに運命の相手の女性を探してるんだ。ほう、あ、なるほど。声が歌われとるからアリエルが運命の相手やって気づかへんのか。その通り。中盤からのアリエルはセリフがないんだけど、そのセリフがない部分をディズニーらしい表情による感情表現が後押ししてるんだ。さすがやな。人魚にとって一番大事なものを失ってしまった代償、そんな代償はありつつも、アリエルは徐々に王子と仲良くなっていくんだ。ええやんええやん。王子様も声を出せないアリエルに惹かれていくんだ。無邪気に地上を楽しむ彼女とデートをして、運命の相手を探すことをやめて彼女に乗り換えようとしてる。王子様、現実主義者やな。でもそんな二人を邪魔するのがアースラなんだ。アリエルの声を使って人間の姿で王子に近づき、王子様に魅了の魔法もかけてしまうんだ。わかりやすく悪者やな。そんな困難な道を愛の力で乗り越えるんだ。アースラの企みに気づいたアリエルはアースラから声を奪い返し、アースラの契約が発動されても王子様はアリエルを助け出すために海へと飛び出す。おお。最後は悪者であるアースラを倒して、アリエルは父親と和解して人間の姿になり、王子様と幸せに暮らしました。めでたしめでたしやな。うん、シンプルな物語に仕上がってるんだけど、アリエルは結局何の代償も負ってないんだよね。原作とはだいぶ違う部分やな。そのあたりのご都合主義感や話の価値観の古さみたいなのはあるんだけど、子供が見る分にはちょうどいいお話なんだよね。歌でワクワクできて、物語にドキドキして、最後は良かったって気持ちになって終われる感じやな。大人が見てしまうと気になる部分があるし、30年前の作品だからこそ価値観の古さは感じるんだけど、アニメーションによる表現と歌の素晴らしさは今見ても色褪せない魅力のある作品なんだ。実写版はどうなってるのか気になるところやな。ではまた次回。じゃん。